病床日記。正月7日。今日はもう七草だ。実に早いものだ。この陰気臭い、寒い寂しい、牢獄のような無趣味極まる病院の中でも、春となると妙に気が改まって、やはり世間並みに新年を迎えた心持ちになるから不思議だ。その希望の多い新年の心持ちも、七草の今日となると、もういささかだらけ気味の姿で、日記をつけるのも、なんだかちょっと間が抜けている。それもそのはずだ。いくら新春だからといって、こんなだるな単調な生活だもの。今日は少しあったかい。道理で昨日までの快晴も今朝はしょぼしょぼ降っているらしい。あの水飴の泡粒のようなボツボツのあるガラス戸から見える。円錐形のヒバの枝が一そよぎもしないところを見ると風はないらしい。が、空は一点灰色に濁って、細い雨がどうかするとガラスへ注ぐ。いや、こんな時の雨はひとしおわびしいものだ。昨日一二度熱が高まったと言って助手が不足そうに僕の顔を見つめたが、今日はまた平常に服したそうで、そのくせ今日の方が気分が悪いので、おそらく、ゆうべ本を読んで、目を閉じてからも、いろんなくだらんことを考えてたせいなんだろう。そうそう、思い出すと、去年の今頃は、欧州から帰って、非常な元気で、カルタ会を方々荒らして歩いたっけが、今年は、ろくろく足も立たないで、こんなわびしい外科室の一隅に、医者や看護婦の手の内に自分の運命を託しようとは夢にも思わなかった。しかも、それが彼氏なんて、実に驚くのほかはない。来年の今頃は、ソメイあたりの土の底に生けられて、今日のような冷たい雨の雫でも、飲んで楽しかった。苦しいことだらけではあったが、しかし今から見れば面白いことだらけの過去22年を回想する身となるかもしれぬと思うと、実に心細い。この難病が十中八九は治らぬものとしてみると、十中八九はそうならればならぬ運命ではあるが、実際僕は、そうなるのだろうか。いや、こんなことは考えまい。考えたって、それが何になる。今日は、ふみさんは、とうとう姿を見せてくれなかったか。多分、どこかの歓談会にでも行ったのだろう。8日、暮れにふみさんが持ってきてくれた、小棟の鉢の梅が、早いもの。今朝は一分の春心をもたらして、もう二三輪咲きかけた。なんといういい匂いだろう。これも、ふみさんが心を込めた贈り物と思えば、僕にはこの上もない遺跡だ。ふみさんは、この花が散って、若葉が出る自分には、きっと退院できると言ったが、自分もなんだか、そんな気がする。それにしても待ち遠しいな。四月か、五月だもの。午前は、隣の鈴木くん、ハントンヘルニア患者のところへ、例の快活な牧とかいう友人が訪ねてきたので、僕もなんだか
時間の経つのを忘れていた。鈴木くんもいろいろの授業に失敗して、今は葛飾の何とかいう村の学校に教鞭をとって、細くんと二人の子供を養ってたのが、こんな病気にとっつかれて、細くんは田舎へ預けたのだそうな。うまく回復してくれればいいが、なんだか危ないらしい。その敬虔なキリスト教の信仰も、聞けば深い根底がないでもない。実に気の毒な身の上だ。これに比べると、僕などは、まだまだ若輩の身の上で、世間も知らなければ、人生も返しておらん。善良なおじが少しにても学士を送ってくれるだけに、殉教におれば折れぬこともない身の上である。いや、幼少からあらゆる根拠をなめて、精神的修養を積んできた鈴木くんに比べれば、僕などは実にわがままな人間なのだ。牧くんが十二時頃に帰ってしまうと、病室が急に咳爆になってきた。一時頃に鈴木くんのところへ、田舎の細くんから三尺ばかりの手紙が来た。鈴木くんはそれを読み読み、ほろほろ涙をこぼしていた。詳しいことは知らぬけれど、細くんのいるのは、何でもその兄さんのうちで、あまり家計が豊かでないところへ、二人の子供まで担ぎ込んだのだから、そこに辛いことも、悲しいこともあるのは当たり前だ。僕は、鈴木くんの心中を察して、思わず泣いた。体温を取ってから、これもふみさんの賜物なる、新刊の詩集を読んで、思いを空想の世界に馳せているうち、いつか、まぶたが重くなって、とろとろと眠ってしまった。目が開いてみると、もう四時少し過ぎたところで、背骨のところがなんだか痛み出した。それで寝返りを打とうとすると、さっきから見ていた夢の、まだぼんやりと頭に残っていたのが、急に幻灯の絵が消えていくように消えてしまって、あとは妙な一種の悲哀が胸を押すように迫ってきた。その夢を思い出そうと思って、脳死を絞っていると、確かに自分の墓へ、ふみさんが一人花を手向けている姿が目に浮かんできた。そのくせ、自分もどっかそこいらに孫ついていたに相違ないので、いや、心持ちの悪い夢だ。まさに悪夢だ。室の反対の側で、腎臓結石患者の帽子が食塩水の注射をやられているのも、なんだか嫌な気持ちだ。膀胱から出血したというから、これも、よっぽど奇特に相違ない。自分がここへ来てから、数えると、もう三人の死亡者が、運び去られた。考えるほど驚きはしないようなものの、さて、思い出すと、立然とする。ああ、僕は死んでここから担ぎ出されたくないものだ。ふみさんに墓参りをしてもらうようになったら、それこそ実につまらない。ああ、今日もふみさんは、あの軽快なおしゃべりと、愛らしい姿を見せてくれない。兄さんに、何とか言われたのじゃないか。はがきを出してみようか。いやいや、こう考えるのが、すでに僕のわがままだ。ふみさんは、
決して僕の見舞いを恋に怠るような女じゃない。僕はあくまでフミさんを信じているはずだ。9日。今朝、寝台の下へ足をぶら下げて、新聞を読んでいると、鈴木くんがいきなり、2、3日、あの美人は来ませんね、と尋ねた。僕は、ちょっと胸をどきつかせたが、軽く、こんな気味の悪い外科室を尋ねるのは、若い女にはあまり心持ちのいいものじゃないでしょうから、と、どういう気心の加減か、周り同意返事をした。鈴木くんは苦笑いをして、あの方と君との関係。言っちゃ失礼ですが、なんぞご親戚筋でもあるのですか。と、極めて真摯な面持ちで聞く。ふみさんは、幾度も幾度も来たけれど、鈴木くんは、これまで、一度もこんな問いを発したことはなかった。僕も、このことについては、つゆばかりも、口を聞いたことはなかったので、若い自分の胸は、少しはワクワクしてきた。あれは、暴風の友人の子なのですよ。三度ばかり、一緒に見舞ってくれた兄さん。あの人は、大学を今年出るはずですから、僕から見ては、よほど先輩です。よく僕を指導してくれるのです。ああ、そうですか、と言ったきり、鈴木くんは、深く掘って聞こうともしなかった。事実、交際の狭い僕には、本当に打ち明けて、一身上の相談をするのは、この啓米より他ないのだ。兄君は、僕の志望が文学であるというのが分かってきたので、自分は理学者であるだけに、ちょっと趣味の合わないところもあった。文学に志したのは、君のために惜しむといったくらいであるが、しかし、友情は、昔の通りで、小さい自分からみなしごの哀れな境涯にあって、おまけに体質が虚弱なためか、とかく画集とひがみと堅い字との増長し募った僕が22年来の弱い不健全な生活に、ふみさんが一打の巧妙と優しい力と与えてくれたのは、僕の精神上にとっては非常な幸福で、今はことに僕のために大いなる遺跡者、依頼者となっているのは言うまでもない。そのふみさんも今年はもう17になった。ラブというほどのものではないかもしらぬけれど、しかし、僕はこの場合、ふみさんなくては一日もこの病魔に戦うことはできぬ。不幸の僕の今日のためには、かの女は、実に荒涼たる砂漠のオアシス。暗夜の光明で、僕は実に天の恵みを石星から感謝せぬこととてはない。ああ。しかし僕の体は、たとえ病気が癒えたにしても、到底完全な体とはなれぬのは知れきっている。が僕は、今、そんな遠い未来を考える権利はない。僕は、ふみさんの美しいフレンドシップをもって満足しなければならぬ。今日も、そのふみさんは来なかった。10日、夕べの気まぐれな陽気に、梅がだいぶほころびてきて、
32輪ばかりになった。それさえあるに、今日はなんだか、朝から心持ちのいい日だ。無論、モルヒネ中毒とかの一人の商人風の男が入院してきて、モルヒネ注射をやっているという騒ぎもあったが、それは女の関係で大失策を演じて、それがため雇い主に対する言い訳に誇殺を企てたのだという。しかし、日曜であったから、同窓の S 君や Y 君や K 君が見舞いに来てくれて、欠乏しかかっていたタバコの補充をやってくれたなどは、実にありがたい。聞けば、我が党の親友 T 君は、とうとう国で亡くなったそうな。肺病だから仕方がないというものの、残念なことを知った。見舞いの絵はがきをくれて、僕の肺病、全治解放に向かう。三月頃には上京して、諸君と久しぶりで語ろう、と言ってきたのは、つい、11月の末であったに。これを思うと、人生は実に儚いものだ。三人の友人が帰ると、間もなく、包帯を取り替えてもらったが、それが済んで、死んだ T 君の王子を追悼などして、ぼんやりしているところへ、待ち焦がれたふみさんがやってきた。今日は、つじ色のリボンを飾って、普段着のままである。久しぶりであるせいか、その丸い白い顔も、ふっきりした艶のある久し髪も、なんだか、僕の目にはパッと異彩を放って、しずしずベッドのそばへ寄られた時には、身に病のあるのも何にも忘れてしまった。軽くお辞儀をして、看護婦が勧めた椅子に腰掛けると、襟巻きや何かを膝の上に置いて、ご無沙汰しました。その後、おかわりもなくて。はあ、別段。と言って、置きかけようとすると、そうやっていらっしゃらないといけませんわ、と止めて、この二三日、見舞いに来られなかった理由を述べる。いや、そんなに、毎日来ていただいちゃ、実にすまんです。いいえ、それから、これをね、と、ちょっと顔を赤くして、リンゴのカゴを僕の横に出してくれた。いや、そんなに毎度いただいちゃ。いいのよ。と決まり悪そうに言って小声に、やっぱり内緒よ。とにっこりする。じゃあ、いただいておきます。ありがとう。痛みはどんなですの？痛みは、だんだんに去るようです。と、座ろうとすると、あいにく、ピリピリと来たので、僕は思わず顔をしかめて、苦しそうな息をする。まだ、そんな？困りますね。見れば、かの女も、美しい眉をしかめている。けど、まあ、これなら、有望な方だそうです。それなら、結構だけれど。まあ、なおよりか、病気に打ち勝つだけの忍耐力が必要ですわ。その点は、十分自信があるつもりなんですけれど、やっぱり、なんだか。時とすると、気をいらつくことがあっていけません。それはそうでしょうよ。旗で見ても、もどかしいくらいですから。だけど、自然に任して、気長に
行事しないといけませんわ。そりゃあ、もうそうです。僕はうなずいた。しばらく話が途切れたが、ややあって。僕はこの病室内における哀れな重病患者の話を二三喋ってから。僕もどうせ、元のような健康体にゃなれないでしょう。今のところ、せむしになっても何でもいいから、固まってさえくれれば、実に幸福だと思っております。そんな心配ないでしょう？いや、どうせ完全な体にゃなれませんな。したがって、世間の人のような欲望や何かを満たすことはできなかろうと思うです。例えば、過激な勉強だとか、結婚だとか。その代わり、精神的の方面では、十分希望があるつもりで、かえってこの方が、本当の幸福な生活かもしれんと思うのです。こういうような話をしばらく続けたが、ふみさんは、なんだか、いつもより冷淡だった。そうして、じきに帰ってしまった。何か心配事でもあったのではないか。僕はどこか不満に感じた。妙な日だ。ふみさんが帰ってから一時間半ばかり経つと、ちょうど兄さんの五一さんが来られた。五一さんは例の厳格な調子で、しかし、親切に、兄が弟に対するように、容態を問われたが、僕が、いちいち、それに返事をしているうち、横に置いた、今日の見舞い品に、ちょいちょい、目をつけておられたが、しばらくすると、今日は、もしか、ふみは来なかったか？僕は、ちょっと、胸をとどろかしたが、しかし、やましいところも、恥ずかしいところもないので、は、ちょっと来てくださったです。五一さんは、少し不快げな顔をせられたが、何の言葉もなく、ややあって、見舞いに来るのはしごくいいが、あんまりたびたび来ない方がいいんだがね。どうぞ、あなたからそうおっしゃっておいてください。私も言うが、と、言葉を濁して、何も、見舞いそのものが悪いと言うじゃない。けど、ふみの訪問が、君にとって、さらに、何なの利益もないのだから。いや、しかし、お言葉ですけれど、僕の、今の身にとっては非常な喜びなのです。そうかね。それもいいさ。単に見舞いに来るというのなら。しかしね、君。若い女が一人でのこのここんなところへやってくるのは、双方ちょっと見いいものじゃないんだ。そりゃそうです。だから僕も。それにね。海には近頃縁談があるんで、多分近いうちに取り決まりゃせんかと思うんだ。そうすりゃなおさら。と言って、うつむいて灰落としにタバコをもみ消す。僕は嘘にもそうですか、という返事をも口から出せなかった。僕は、ほとんど廃人となる覚悟でいるのだ。そうして、骨が歪みなりにも固まったら、田舎へ帰ろうと思っているのだ。ふみさんのことについては、別に深い考えを持ってはならぬつもりなのだ。けれど、五一さんのこの一語は、ひどく僕を刺激した。僕は、何とも言えぬ嫌な感じがした。五一さんは
じきに帰ってしまった。僕は力投げにベッドに横たわった。明日からもう日記を書く勇気もない。ああ、けれど、これもやっぱり自分のわがままなのだろう。梅の花を一輪摘んで、花へ押し当てると、寒い匂いが骨に染みるように覚えた。